村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、これまた面白いですね、フレーズボックスというソフトウェアを紹介したいと思います。画面はこういうようなねもんなんですけれども、ちょっとその前にですね、コードを生成したいと思います。画面の右の方にあります、先日からもよく使っているキャプテンコードで A4 小節を打ち込みました。頭が Am、 そして、Dm、 F、 そして、E7 ですね、それをここに作りました。右下の方からですね、ドラッグドロップをすると、このミディトラックに入れることができます。そして、このソフト少しですね、このトラックからまずはこのフレーズボックスを入れてあるのがこの下なんですね、そこでですね、アウトをフレーズボックスに送ります。上のトラックからフレーズボックスに送ります。そしてフレーズボックスで生成されたコードをですね、今度は IK マルチメディアさんのモッドベースの方に送って演奏するという、そういうような仕組みにしたいと思います。そしてですね、このフレーズボックスが例えば、楽器別にですね、得意なプリセットがありまして、こうするとですね、16分音符で、4つの、小節というよりもビート分ですねを出しました。これをですね、今16ビート分なんですが、32まで、することができます。それで、適当にですね、この一番下の位置っていうのは和音の第一音という意味ですね。これで、例えば第二音、そしてこういうふうにですね、第三音、そして二音一、例えばこういうふうに送るとします。そしたらどんなふうになってるか一回聞いていただきます。フレーズは右クリックすると消せます。2ビート分を作るときはドラッグするとこういう、これ3ビート分でしたけれども、でベロシティを少しずつ変えれます。そしてここにトランスポーズというのが下にあるんですね、これによってですね、どのようにこれを動かすかということができます。そして上にはこの8の上にランドっていうのがありますね、ランダマイズに音が、この隙間に入れました。今ロックトゥーキーということでですね、今 Am に設定してあります。これ外すとですね、ちょっとおかしなフレーズを聞きます。ノートを詰まらしたりすることもできます。そしてちょっと面白い概念にチャンスという概念があります。
どのぐらいの出現率で、また他の音を鳴らすかというね、そういう出現率を変えたりすることもできます。この送るコードをオクターブ下げてみます。なんで、ベース音がうまくなるようになったかと言いますと、モッドベースのこの領域がですね、この白い鍵盤分のところを出ないと他のところは音が鳴らないという、そういう設定になっているからです。もう1オクターブ下げますね。こういうふうに、なりますので、もしじゃあこのフレーズを決めてですね、録音したいということになりましたら、上に設定してあるループを外しまして、そしてレコーディングをすればいいと。ミディレコーディングですね、レコーディングボタンを押して録音をしてみたいと思います。こんな感じにですね、録音ができることになります。もちろんここで録音されたフレーズはですね、このようにしてMIDIになってますので編集をすることができます。そして今このフレーズボックスをもう切ってしまったとしてもですね、はい、これでもう音が確定していますので、そして画面下を見ていただきましたら、ベロシティもですね、ものすごくこう調整された状況でレコーディングできています。これもどれだけのベロシティで移動させるかとかいうことをこう設定してあるから、このようになってるわけです。じゃあ、これをですね、モッドベースの方をスラップベースに変えて、そしてここから音作りをしてみたいと思います。ベースの種類を変えようと思います。アンプも声変えてですね、いろんな音作りもできます。これはモッドベースの機能ですね。モッドベースはですね、ご存知の方は多いと思いますけれども、ピックアップの位置を変えたりすることもできます。このようにですね、複雑なフレーズをいとも簡単にですね、作ってくれるフレーズボックスというソフトウェアです。ベノモードというね、メーカーのチープなですねソフトウェアということで、今日はご紹介してみました。村長でした。